はい、どうも、ゆぐくまです。今回はですね、元、職人、今はただの、伝統工具大好きおじさんということで、まあ、商品の紹介をしていこうかなと思っています。今回紹介するのはタックライフさんの、ホビールーターになります。まあ、アマゾン大好き人間おじさんなので、ちょっと日本語ちょっとおかしいなと思うんだけど、Amazon でだいたい4000ぐらいかな、あの前からね、あのホビールーター欲しくて、まあモーターで作ろうかなとか、あとまあダイソーで800円のやつを買おうかなとか、まあいろいろ迷った結果、でもダイソーで買ってもさ、あのビットがさ残念じゃん。で、まあ、他の付属品もついてないわけだから、これはアマゾンでそこそこいいのを買えば、その他の付属品がつくんじゃなかろうかなと思って、見つけて選んだのがこれです。タックライフ。RTD35 ACL。なんかちょっといろいろ英語とかね、あの日本語とかちょっと間違ってると思うんだけど、パワートゥール。ね、ロータリーツールだね。まあ、現場で使えるとしたら、あの、アルミとかサッシ、あと鉄、あたりの、金属の加工とか、バリ取りとか、そういうのにも使えるかな。ちょっとステンレスはね、どうかなっていう感じはするんですよね。ちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあ、ステン以外だったらいけんじゃないかなっていう感じは、しかしね、手応えはそんな感じでしたね。はい、そんなわけで私のつまらないお話はここまでにしたいと思います。残り2分30秒ぐらいですね。はい、動画は残っておりますが、まあお話しなくても、まあ見ればわかるっていう感じの、動画にしていますので、あと、だらだらと見ていただいてもいいし、ここで切ってもらっても構いませんし、チャンネル登録だけお願いします。いいねも、よくねーねもお願いします。それでは、またねー。